こう思って、我々紹介しますか。そうですね。じゃあ、アメさん、じゃあ次、ゴムさんで。出るよ。ゴムさんで。の裏切りの裏切りが始まりました。裏切りの関西勢同士で潰し合うという。裏切り始まりました。関西勢でナンバーワンを決めるあれが始まりました。のイエスパーランペーガーのイカラスはアウトスペルで倒んではない。ファイト。イエスパーキック。シャルスペイ。完全にこう。シャルスペイのウェーブ。やあ。よっ。ヘイ。シャルスペイ。ボテのウェーブ。やあ。ヘイ。よっ。シャルスペイ。やあ。シャルスペイ。おとなしくしてもらおう。やっちゃった。ああでも。おお。あっ。おとなしくしてもらおう。もらった。おとなしくしてもらおう。おとなしくしてもらおう。もらった。思い知るがいい。バニラかい。もらった。The Challenger。Shut up, mate! Shut up!
次僕が行く。ラウンド1。ファイト。
ハンター。というわけでゴムさん怒涛の3連勝、ここに出てくるのがアメロールさんですね。もう、遠征勢の皮をかぶったゴムさんがこのまま遠征勢に勝利をもたらすのかどうかが。でもこれゴムさんが負けても隼人さんが出てくるんですよ、遠征勢として。そういうことですね。まずはこの試合、画面端に押し込んでるのはテリー・ボワード、アメモリ、ダミーからフェイントキャンセルウェーブでさあダメでいくフレーム、さあダンクは刺さってランツェで返されて、体力リードはまだテリーだが、ここフェイントキャンセル、ダンクバスター、体力虫の息でジャンディ、ダンクダンクダンク、1ラウンド取っていったのはアメモリテリー、2ラウンド目足払いヒット、エンディフレーム、バーキャンウェーブはしっかりジャスト取って、ランテからテレ出て、よっしゃいくぞ、バグセリテムドライブ、ランテパンツァー、このリードを守りたいカイン、ランツェ足払いスカは何も咎めなしで禁止刺さって、ここはウェーブコンボ無理やり投げていって、あーあーダンクがダンクがダンクは当たったけれども、ウルフがランツェ漏れてチャージ、もうユーストリームのコメントが超もううわー的なあっバサー。じゃあハヤトさん、またアメモリ VS ハヤトが行われるわけですが、んじゃハルコンラウンド1ファイト、ハヤトかっこ遠征勢、さあこれが最後の試合、ハヤト VS アメモリ、またやんのかよそうですね、今回ワンライフ、俺ね、どっちを応援するかって言われたらね、非常に困る。どうやってんの、まあ、正直ね、ハヤトバトルバーサスアメモリテリーしっかり思い出る、さっきはハヤトが勝ってから動いた、ここが衰退、さあマイクを任されます、リードはハヤトガド、ここはダンクで切り返して2ゲージ入ってラウンドを取っていくおいここはシンガは使ってジャミ、ここはスタイクからゼロキバー、ここで TOP 先に入るテリー、5番エンディウェーブからこう細かくダメージを取っていくテリー、投げて大き攻めは投げ抜け、ここはスタイクしっかり打って TOP 切る、
さあもう一度サーセーブ、ハートガトーがダンクブレーキングミスをしっかり刈り取って1ラウンド取り返して、泣いてもらっても最終ラウンド少しジャスト、まあ、Cチャージしっかり取っている。オプテダンク1ゲージを選択、壊しウェーブ、シンガー投げは抜けて投げられてダンク危ない、あーなんか漏れた。勝ったのは遠征生の皆さんです、おめでとうございます。んじゃ貴様のミスクいこうか、ラウンド1ファイト。じゃあ、勝った方の軍師の方にコメントをいただこうと思います。いやもうなんかね、わざわざ来た人たちは残念なことにちょっと悲しい結果になってしまったんですけど、まあそこはまあ八重さんの力とかでね、まあ、八重さんの画面外での力によってうまいことトムさんの買収をできたことによってなんとかなりました。ありがとうございます、ごちそうさまです。じゃあ今日は後発は画廊四大稼働ということでモリモリの試合も行われております。で結果2もモリモリの試合が行われてますので、こんな感じでどう？そうですね、画廊4台です。月下も画廊も3本選手なので、まあ、もりもり、できることでしょう。今から後発に来てもええんやで。全部埋まってますね、今。はい、もうバリバリ。もうちょっと落ちる。僕が帰ってきた時に、ああなんじゃダメやから。さあしばらくの試合の方が配信されると思いますので